手が弱くても気を。サクッと行くぜ。どっからでもどうぞ。
って。これでやっとちゃ、これは今回の報酬よ。来たわね。待ってたわ。こいつよ。二度と私の茶葉を狙わない。早いとこ頼むわね。ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジーですな。
第18幕すごい呪いとアチョな姫。違う列車の汽笛？向こうの方に、なんかさっきまでなかった明かりも見えるな。北の方なのです。もしかしたら、上まで行ける。これ、どこにも繋がってないじゃん。工事中の駅かな。なんなん、あ、出たな。出ました。サボテン車掌がいるのなら、これも列車なのですね。てか、なんでどこにでもいるんだよ。他の列車どうなってんの。お客が望めば即参上。どうなってるのかは企業秘密ですな。ふっ、甘い。ところで、この列車は乗れるのです。上まで行けたりするのです？もちろん。ではでは、お乗りください。その前に、はい、切符を拝見。最近ダンスのキレが悪いのよ。何が悪いのかしら？あなたミラージュ使い？ちょうどよかった。ミラージュにもセクシーな子がいるって聞いたの。よかったらそんなミラージュを見せてくれな。本当にありがとう。セクシーな、そして可愛い、いやもう女の子だったら何でもいいわ。気がするわ。これお礼よ、受け取って。切符拝見。それでは、乗客の皆様は必ず進行方向を向いてお座りになり、シートベルトをお締めください。列車でシートベルト？なんでだろう。それでは出発！乗り物って…おぉ、なに？
ようこそグリモワルの天国へ。ここは気候がいいのです。おお、なんか人って叫びたくなるな。どう突っ込んでいいかわからないからスルーするけど、まずはあっちに見える町の方に行こう。ここは南国エリ。綺麗な海を楽。はい、切符拝見。戦闘でスローになると行動が遅くなってしまうんだ。ヘイストの魔法があれば簡単に治るんだが、なければ金の砂時計を使うといいぞ。ほら、持っていけよ。じゃあ、海の中の神殿について町の人に聞いてみようか。海底神殿？この辺りじゃ有名な噂話よね。ゼハピドムって叫べば素潜りが得意になるって聞いたんだけど、本当かしら？やあ、観光に来たのかな？ここは君たちもきっと気に入るはずさ。ゆっくりしていってくれよ。この町のどこかにとっても怖い人が住んでるらしいんだけど、そんな人見たことないのよね。やっぱりこんな手紙じゃな。あれさえあれば。あ、あんたたちもしかしてミラージュ使い？なあ、魚の鱗を持ってないか？できればいくつか譲ってほしいんだ。ああ、ありがとう。ん？ああ、告白の時に魚の鱗を一緒に渡すと。あ、その顔、変なジンクスって思う。何はともあれ助かったよ。俺、ちょそっちの方にはい、なんでかってそれを。海底神殿か、夢があるよな。本当にあったとし、あら、海底神殿に興味があるの？でも、ここにはいろんな人がやってくるけど。みんな、海底神殿のことは知ってるみたいなのです。でも、誰も行ったことはないみたいだ。名前の通り海の底って言ってるから、潜ろうにも息が続かないみたいね。線路はなかったから列車も通ってなさそうだしな。お？マン、悩み事相談受付中。マン、お悩みを受け付けてるなんてすごい人なのです。ああ、そりゃ大変そうだな。よろずよよろず、バンジってこと。バンジ？ジャンプ？違う。あらゆること、何でもかんでもってことよ。おお、何でもかんでも悩みを聞いてくれるなら、海底神殿への生き方も相談に乗ってくれるんじゃね。行ってみようぜ、姉ちゃん。ちょっと、ラン！
あの建物だな。今度こそ成功しそうですわね。あら、材料が足りなかったようですわ。頼もう！って変な挨拶しないでよ。誰ですの？あらあら、大人とは珍しい客ですこと。あんたか？何でも悩みを聞いてくれるってのは。ええ、言ってごらんなさい。どんな悩みなの？海底神殿へ。はい。なんかあそこまで行けるようにこう水で息ができる魔法とかそういうのないのか？水中呼吸、魔法かどうかは置いておいて、難しくはありませんわよ。ただ海の中で呼吸したところでいいことなんてありませんわよ。海流のせいで視界も悪いですし、広すぎて退屈なんですもの。そうなんですね。いやいや、退屈かどうかは置いておいて。そうね、難しくないんでしたらお力を貸してもらえると助かるんですが。そうそう、頼むよ。それがあなたたちの望みなのでしたら、ちょうど都合がいいですわね。都合？ようござんす、そちらのヘッポコ。もとい、そちらの坊やから参りますことよ。できてないんじゃないかしら。どうして？まあまあ、あなたそりゃそうでしょう。水の中で息ができるようになったら、今度は地上で息ができなくなるでしょ。分かっててやるな！あらら、私の親切に対してそんな口を聞くな。私、ぶち切れますわよ。
お目覚めですわね。じゃ、あとはよろしく頼みますわ。わかったっす。海の中だけど息してるよ。陸で息できなくなってるんだけどね。海底神殿なら何度か行ってるから案内するっす。で、もしかして私たちウッズヒルにも帰れないんじゃない？それは大丈夫なのです。おお、タマは海の中でも平気なのか。人と一緒にしてもらっちゃ困るのです。えっへん。じゃあタマだけが神殿に行けばよかったんじゃん。そんなの無理なのです。この先もお約束のごとくミラージュの巣窟じゃなくて巣窟なのです。タマだけじゃすぐにパターン9なのです。はいはい。で、この状態でウッズヒルには戻れるって本当？あそこでは時間だけじゃなくて魔法の効果や呪いの進行も止まるのです。だからラインウッズヒルに戻るのは問題ないのです。よかった。けどウッズヒル以外のところには行けないってわけよね。ま、サクッと海底神殿に行って。 あれ鍵見つけた後これってどうなの？それなら俺が呪いを解く薬を預かってるから大丈夫。よかった、ちゃんと元に戻れるんだ。で、これ呪いなの？マジで？だってチャントット博士の専門は呪いだしね。そうだったんだ。まあちゃんとこれが解けるならいいけど。でもそのチャントット博士からこの怪獣薬はアチョルビーと交換だとあのヘッポコ兄弟に伝えなさいなって言われてるから頑張って手に入れるっす。ヘッポコ兄弟？うわぁ、私までヘッポコ扱いなの？ランだけじゃなくて。ねえ、そこなの引っかかるの？ところでそのアチョルビーって何なのです？そうそれって何です？アチョっていう、あ、ちょうどそこ泳いでる。あれのクイーンが流す赤い涙がアチョルビー。でもなんかすごくレアそうに聞こえるけど。そうだな、10年に一度しか取れないとか言われて、市場では1億ギルはくだらないって聞いたよ。マジで？二度とあの人に頼み事するのやめよう。あれ、そういえばティーダはなんで息できてる？ブリッツボーラーの呼吸法があってさ。ブリ？ああ。まあこの話はまたそのうちだ。Thank you.
見えてきた。じゃあ俺は海面の方で待ってるから、頑張ってアチョールビー見つけろよ。ああ、頑張るぜ。それそもそもの目的じゃないんだけど。でもいっぱい見つけちゃえばもうギルには困らなさそうなのです。おお、タマいいこと言った。姉ちゃん、いっぱいアチョールビー見つけようぜ。だからそれ目的じゃないって。とっとと海の鍵とアチョールビーを探して呪いを解いてもらわなきゃ。ルービー、ルービー、アチョーのルービーで億万長者。地面に足ついてね、いつの間にか海から出てるわけないか。はい、でもどうなってんだこれ。これは神殿自体の力みたいなのです。何かの理由があって人やミラージュを引きつけて離さないような、そんな力に感じるのです。本当だ、むしろ浮かび上がれないね。でもこれなら地上と同じように動けそうなので、ランやレイには都合がいいかもなのです。それともしかしてなのですが。うわ、何それ。場所によっては壁にも引き付けられてるので、こんなこともできるみたいなのです。かかってきな。始めましょう。なんか楽しい。まあ否定しないわ。ニン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 、なんとなく言いたい気持ちはわかるけど、目的忘れないでね。そう、いや、そっちじゃなくて鍵がメインだから。やるしかない。
っと決め。出しちゃう。戦闘開始。本気出しちゃおっと。なんか大きいのが立ってるぞ。もしかしたらアチョの選っ。
戦闘開始。本気出しちゃおっと。姉ちゃん、あ、もしかして かかってきな。
さあ、行くぞ。やるしかないね。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。you
こんなもんだな。よかった。マジでこんなところにもいる。バシッと決めるよ。息できてるし普通に歩けてるけど。